孤独問題担当国務大臣はイギリス政府に設置された社会的孤独者問題に対処するために任命された国務大臣である。政務次官が所掌する業務のうち孤独問題を担当する者を言う。イギリスは近年高齢化社会や社会不適合などで孤独に困っている人間が急増して社会問題化している。2016年にテロリストの教団に倒れた。 労働党会員議員のジョー・コックスは、生前に社会的孤独者の問題を調査、提言する組織を準備し、コックスの死後に意思を継いだ、超党派の英国議会議員らが、ジョー・コックス委員会を結成し、委員会が長い期間をかけて、福祉団体などと連携して、社会的孤独に関する調査した結果をまとめた、提言が2017年12月に発表された。提言は、 国家的戦略により、孤独問題に対処することが必要とし、問題解決への意志を政府が示すべく、専門の閣僚を設置するべきなどとされた。連合王国内閣総理大臣権第一、大倉卿のテリーザ名は、社会的孤独者問題を担当する政務職を設置することを決断し、スポーツ、 市民社会担当政務次官を務める保守党のトレーシー・クラウチ会議員の所管業務に孤独問題に対する省庁横断的業務を加えメディアは孤独問題担当大臣の設置と報じた2018年10月に孤独問題に関する戦略が発表された2018年11月にクラウチが国務次官を辞職して公認にミムズ・デイビス会議員が任命された 2019年7月に成立したジョンソン内閣はデイビス会議員の公認にダイアナ・バラン上院議員を任命した。ありがとうございます。